マグロの前に人は平等です。ハッピーボーイアンドガール。そんな皆さん、こんな年の瀬に ねいろんな、ね、ネットの記事も載りました。ここ第1回目ですから、そこに皆さんいるよ。マグロ、マグロ、マグロ、マグロ。はい、ストップ。徐々に行きましょうね。皆さん、徐々に。切れ目が入るのにマグロってね、感じていきましょう。いいですか、 MAGURO マグロでございますからね。もう死んでるので話したくないということでございます。さあ、お待たせいたしました。どんどん準備してくださいね。さあ、どうでしょうか。あとどれくらいで準備が整いますか。お、もういけちゃうということでございます。はい、じゃあそろそろですね、始めさせていただきたいと思います。今日のマグロ、黒マグロ。わかんないでしょ、はい、本日皆さん、はい、マグロを解体してくれるのは太鼓茶屋さんのわかんないでしょ。大きな拍手をお願いします。そしてこちらの渋谷の方が行きます。気合入れますね、皆さん、よいしょーっとください。なるほど、ね、それで下ろしましたものをあげますんで、その時に拍手ということでございます。はい、はい、それではいきます。まず1本目から下ろします。せーの、よいしょー。きれいにしました。はい、どうぞ。イエーイ。顔面がとてもきれい。すごい、バカ大将の汗もきれい。こういう状態だったね。なるほど。よく見る状態の切り身というものですか。これは削状になりますね。削状と言われるものなんですね、はい、いわゆる短冊型ですね。あ、なるほどなるほど。確かに、はい、花形でよく見るな。これを皮を入れますと、これが中トロですね。おー、中トロ。はい、いやそうなんですね。ちなみにですね、はい、どれぐらいのペースでマグロを解体されるんですか。今はお店でほとんど毎日、毎日ルーティン作業、はい、エブリデイでございますよ、皆さん、はい、すごい。それはもう10分1万個、はい、なんていうの、刺激的だった場所でやった、いや、いろんな場所でやられてるとお伺いしました。あともうちょっとで食べれるから待っててね。いや、美味しそう、本当に、もう着々ともうパックにも詰めていただいて、嬉しいですよ。
グロとダフトパンクですかね、合いますね。マグロ人間さんも出てきてくれてますね。かなり目線があさっての方向見てますけれども、ね、玉状態ですね。これはもう公式キャラクターに消しちゃうんじゃないかな。